ヨハネの手紙1は、新約聖書中の1書で、行動書館と呼ばれる書館群の一つである。伝承では老齢に差し掛かった、福音記者ヨハネがエフェソスで書いたものだとされてきた。ヨハネの第一の手紙あるいは、第一ヨハネ書などと呼ばれる。著者によれば、この手紙が書かれた理由は、神の子を信じるあなた方が永遠の命を得ていることを知るためである。 著者が気にかけているのは、自分が携わっている共同体に影響を及ぼす異端的な思想を持つ教師たちのことである。このような人々、かつて共同体のメンバーだったにもかかわらず正当な教えから逸脱した教師たちは、反キリストとみなされている。これらの人々が教えていたのはキリストは、体の実体を持たない霊のみの存在であったということで、彼らはイエスの十字架上の死に、 食材の意義を付与するのは間違いであると考えていた。著者の目的は、手紙の宛先の人々に対して命の言葉を述べ伝えること、それによって父なる神と子であるキリストとの交わりの中に入ることである。神との合一の意味を、キリストについて言えば、その罪の償いと神への弁護者としての意味を、人間について言えば、生成、起き手に従うこと、清め、信仰、 愛における意義を示している。本書館の内容、言葉遣い、思想などから第2、第3の手紙と同じ著者によるものであることと考えられてきた。この3つの書館は伝統的に福音記者ヨハネであるとみなされてきたが、現在の研究では同一性を疑う者もいる。この書館の著者が福音書を書いたヨハネその人なのか、あるいは他人がヨハネの名を冠したのかなど、 ヨハネ文書と呼ばれるこれらの文書の著書の問題は、未だに議論が続いている。ヨハネの手紙1とヨハネ福音書は、内容、表現、思想から強い禁煙性を持っているが、その主者については、大きく分けてヨハネその日とヨハネ教団の誰かの2つの説がある。ヨハネの手紙1において、最も論議を読んだ問題はコンマヨハネウムと呼ばれる一部の、 写本に見られる後、七から八にかけての、天において証言するものは父、御言葉、精霊の三つであり、これら三つは一つですという挿入句の扱いである。この挿入句は、古代教会において三位一体論が確立していく、過程で、恐怖たちの解説句が聖書本文に紛れ込んだものであると考えられている。この言葉が初めてラテン語聖書に現れるのは、ようやく四世紀に入ってからである。 以降、ブルガータの権威と共に無批判に受け入れられていたが、近世に入ってギリシア語原文の研究が進むと、この部分が、広大の挿入である疑いが濃厚となった。しかしデジデリウス・エラスムスは、批判版ギリシア語新約聖書の、第三版以降に、疑問があるという宙をつけつつも採用した。ジェームズ一世の近平約聖書は、この第三版をもとに英訳を行ったため、 この賞句が以降の多くに英語訳聖書に引き継がれることになった。しかし、このような明らかに広大の挿入と考えられる箇所を採用したことが近帝訳聖書主義者たちへの批判に用いられることがある。ありがとうございます。